オーロプレットは、ブラジルのミナス・ジェライス州の歴史的都市。かつては州都であった。名前は、黒い黄金を意味する。オーロプレットとするカタカナ表記は、日本人移民のみの間で使用される、移民方言とも言うべき発音法であり、ブラジル発行の日本語新聞である、サンパウロ新聞などに使用されている。実際の発音は、オーロプレットに近い。 1980年、街並みがユネスコの世界遺産に登録された。ブラジルチリ島経緯による2000年度の調査に基づく、他都市からの路線距離と直行の長距離バス使用時の、おおよその移動時間この後、しばらくこの地方の主婦、後に、ミナス・ジェライス州の州都として栄え、1897年に、州都の座を新たに建設されたベローオリゾンテに譲る。 サンフランシスコジアシス協会。設計と外装は、アレージャジーニョの手になる、ミナスバロック建築の代表的作品オーロプレットは17世紀より、起こったゴールドラッシュで建設された、金郊採掘のための植民都市の一つであり、その中心都市として、18世紀に栄えた。ブラジルの南東部の山間、ミナスジェライス州に位置する。 この地に金鉱が発見されたのが1693年。これをもって、この地に凄まじいまでのゴールドラッシュが起こり、それまで何もない高原に過ぎなかった。この地に次々と町が生まれていった。そのうちの中心都市であったのがオーロプレットで、金鉱の発見からわずか40年ほどの間に10万人を要する都市となった。都市は、現代の生活に必要なわずかな変化はあるものの、 全体として、植民都市の名残をほぼ完全に留めている。この都市出身であり、ブラジルのミケランジェロと称えられる、彫刻家アレージャジーニョの手になる、教会建築、ゴールドラッシュで財を成した人々の寄進による、バロック様式の教会の数々、この地に数多く残る。そうした建築物は、この地を観光都市として、今にあらしめている。 植民都市時代のこの地方の芸術は大きく発展し、ミナスバロックとして知られる彫刻家、建築家のアレージャジーに、画家のメストレアシャイで、作曲家のロボで、メスキータ一家、詩人のトマス・ゴンザガなどがこの地で作品を残している。ブラジルの歴史では、1789年に、後世いわれるミナスの陰謀の発火点となる。 ミナス・ジェライス出身のチラデンテスが指揮したこの反乱は、ブラジルで起こったポルトガルに対する最初の独立運動で、チラデンテスの試みは失敗に終わったものの、後に実現するブラジルのポルトガルからの独立の短所を生じせしめたことで知られ、地域の生んだ英雄として町の中心広場に名を残す。ドンペドロ2世によって設立された鉱物学校は、 インペリアルトパーズをはじめ数々の未知の鉱物の発見、製法をもたらすとともに、同国の鉱物学研究の基礎を支えた。インペリアルトパーズ現在は観光業を主産業としている。かつてゴールドラッシュに湧いた均衡の多くは閉山となっているが、金や種子の宝石も含め、鉱物産業は今でも重要な産業の一つであり、現在でも 鉱物資源の採掘が続いている。イタビライトと呼ばれる編成された相乗鉄工商の学生を有し、その多くはヘプブリカと呼ばれる共同学生宿舎に住んでいる。この下宿は大学側が提供するもの、民間のもの合わせて300を超える。ポルトガル語でラプーブリーカという単語は通常共和国の意で用いられるが、 オーロプレットの例に限らず、下宿という意味も持つ。特に、オーロプレットの学生自治の色合いの濃いヘプブリカにおいては他と異なる文化があり、各ヘプブリカが独自の伝統と風習を持つ。新流星は当初、ビッシオスとされ、戦いと呼ばれる見習い期間を経ないと先輩たちから同居者として認められないというところもある。オーロプレットのこの下宿制度は、 ブラジルの大学としてはユニークなもので、おそらくコインブラ大学などポルトガルの大学の伝統から来ているものと考えられている。この大学は高山高等学府を元祖として発達した。現在でも地質学、採掘学はブラジル最高級の水準を誇る。この大学が発行する高山学雑誌はブラジルで最も伝統ある地質学。 好物学の学術雑誌であり、この分野で、ブラジル唯一のトムソンライターに登録されている国際誌である。金はポルトガルに輸送されるが、イングランドとの自由貿易の過程において、工場的に貿易赤字に陥り、イングランドへは差額として金が流出した。ありがとうございます。